今回は町の渋い洋食店を巡ります。京都には個人でされている昔ながらの洋食店がたくさんあるのですが、伏見の坂を上がりながら1軒目のお店に向かっています。あれは桃山城でしょうか。お城が見えてますね。そして見えてきました、こちらグリルシオンさん。ぜひじっくりご覧いただきたい。この歴史を感じる古感、ローマは一日にしてならず、古食堂も一日にしてならず、長い年月を重ねたからこそまとえるこの渋みでございます。これまでたくさんの古食堂を巡ってきましたが、サンプルウィンドウに高い確率で首振り人形があるんですよね。シルバー世代の方の流行アイテムなのか、グリルシオンさんにもやっぱりありますね。 JR 富士の森駅から徒歩5分ほどでも、行き道はずっと上り坂です。お車の方は駐車場が徒歩1分のところにありました。それでは店内へ。外観同様、期待を裏切らない渋い店内。テーブルも椅子も壁も電気も天井も全てが昭和の趣。古食堂ファン必須のお店となっております。どこを切り取っても懐かしさがあふれ、薄型テレビや消毒剤が場違いな気さえしてくる昭和包囲網が敷かれた店内です。メニューを見てみます。日替わり洋食弁当が650円、コロッケハンバーグ弁当980円、ビーフカレー550円、ビーフカツサンド880円などなど、 A4 用紙裏表にびっしり書かれた豊富なメニュー。これは困ったと悩みましたが、そんな時は店名がついたメニューに限ります。ということで、シオン弁当880円をお願いしました。通常はお弁当箱形式なのですが、撮影用にお皿に盛っていただきました。豚の生姜焼きはとんかつなんかに使うヒレ肉のようです。ヒレ肉の生姜焼きにエビフライとたっぷりのサラダ、そしてご飯とお味噌汁という充実の内容。サラダに紫キャベツが使われているところに、店主さんの繊細な気配りを感じます。それではいただきます。まずヒレ肉の生姜焼きから。厚さ 1.5 センチくらいありそう。表面には焼き色がしっかりついています。ヒレの生姜焼きって初めて食べます。どんなんでしょうか。パクリンチョ。あらまあ、おいしい。お肉に小麦粉をまぶして生姜焼きのタレを絡め焼きした感じ。小麦粉によってお肉のジューシーさは閉じ込められつつ、生姜焼きの甘辛いタレもしっかり絡んでいます。程よく噛み応えがあって、お肉食べてる満足感を感じます。続いてはエビフライ。大きくて豪華です。タルタルソースはマヨネーズ少なめの卵感を感じる優しい味わいのタルタル。エビもしっかり大きくて、これまた美味しい。一つ一つ手作りの優しさが溢れるシオンさんのランチです。この時はちょうどお昼時、お弁当の配達がとても盛んに行われていました。電話を受ける、ご主人が調理をする、奥様がバイクで配達する、あっという間に奥様戻る、そしてまた配達へ行くってな具合に、一個のお弁当から配達されていて、地域になくてはならないお店なのが伝わってきました。初めて来たお店なのに、なんだか懐かしさが込み上げてくる町の洋食店、伏見区大亀谷のグリルシオンさん。とっても美味しかったです。ごちそうさまでした。続いては九条大宮。当時のある交差点に来ております。国道1号線へとつながる、とても交通量の多い交差点です。こちらの交差点から少し南東に歩いたところに、レストラン朝さんがあります。前を何回か通ったことがあるのですが、ずっと朝日新聞さんの配達所やと思っていたお店です。確かに大きくレストランって書いてありますよね。街並みに溶け込む洋食店、溶け込みすぎて通り過ぎてしまいそうなほど何気ない佇まいです。近鉄京都線東寺駅から徒歩10分ほど、十条駅からも同じくらいの距離だと思います。さっぱりとした外観同様、整理されたとても見やすいサンプル棚です。どれも色鮮やかで美味しそうですね。それでは店内へ。厨房を囲むカウンターと手前にはテーブル席が、大テーブルと小テーブルが一つずつ、グループでも一人でも対応できそうな店内です。お家にありそうなテーブルや椅子、真ん中に置かれた調味料が家にいるようなアットホーム感を演出しています。それではメニューを拝見。 A ランチ1450円、 B ランチ960円と幅を持たせた価格帯。
A ランチにはエビフライとビーフの黄金焼きというのがついてくるそう。その他チキンカツレツ1260円にカレーライス700円など、定番の洋食メニューにオリジナルを加えた豊富なラインナップ。こんだけたくさんあるときは日替わりメニューに限るということで、特選メニュー960円をお願いしました。この日の特選メニューはハンバーグ、エビフライ2尾、イカリングにケチャップマカロニと野菜サラダ、それにご飯がついた豪華なメニュー。盛りだくさんのおかずが乗ったこのお皿は実家にもあったやつです。子供の頃何でも合わせやすいからとヘビーローテーションで登場した懐かしいお皿。この前実家に行ったら5枚あったお皿が1枚になっていて、40年の時の流れを感じました。それではいただきます。まずはハンバーグから。えい、割としっかりとしたハンバーグ。ミンチがぎゅっと詰まっています。デミグラスソースがたっぷり絡んでるのも嬉しいですね。んではパクリンチョ。うん、おいしい。デミグラスソースはあっさりとした味わい、お肉の旨味をよく引き立てています。イカリングやと思って食べたこちらはオニオンリングでした。通りで胴回りが大きいイカやなと思ったんですよね。カリッと揚げられた香ばしい衣と玉ねぎの甘さが相まってとっても美味しいです。そしてエビフライ、しっかり大きくて魅力的なエビフライをエビリンチョ。美味しい。オニオンリングもそうでしたが、衣に何か隠し味があるのか、とても香ばしくて美味しいです。タルタルソースはあっさりとした味わい、マヨネーズよりも卵の風味をより強く感じます。一つ一つのお料理に細やかな工夫がされていて、手作りの良さを改めて感じる朝さんの特選メニュー。お昼を過ぎた時間でしたが、遅めのランチを取りにひっきりなしにお客様がいらっしゃいました。960円で食後のドリンクがついているのは嬉しいですよね。お店の方も明るくとても親切、毎日通いたくなるとても気持ちの良い町の洋食店、レストラン朝さんでした。とっても美味しかったです。ごちそうさまでした。堀川今出川から一本東へ、球技の神様白峰神宮のお向かい、油の工事通りを下がると見えてまいりました。3軒目のお店、洋食のトムさん。地下鉄からすません今出川駅から徒歩15分ほど。お車の方には専用駐車場がございます。この辺りで駐車場があるお店ってあんまりないので、車移動の方には嬉しいですよね。一見お店かお家かわからない感じ。洋食のトムの看板と日替わり定食を案内する看板で、ここは洋食店で、そして営業しているんだとわかる感じ。飾らない佇まいが無自覚なイケメン、無自覚な美少女という感じでとても素敵です。それでは店内へ。扉を開けるとこの字型のカウンターと厨房、とてもコンパクトな店内です。真っ白なカウンターが清潔感があっていい感じ。表の看板にあった日替わり定食にしようと決めているのですが、今後のためにメニューも見せていただきます。魚フライ600円、エビフライ700円などなど、一番高価なメニューがふわふわオムライス900円というとってもお求めやすいラインナップ。日替わり定食をお願いしてしばし待ちます。味のあるお二人の男性の連携プレーで日替わり定食が完成されていきます。そんな様子を眺めながら、完成いたしました、こちら日替わり定食600円なり。この日はミンチカツ、魚のバター焼き、イカのフリッター、スパゲッティに生野菜、そしてお味噌汁とご飯がついています。最後にコーヒーもつけてくださるって言うんだから、これで600円はとっても求めやすいですよね。それではいただきます。まずお味噌汁から。程よいお味噌加減でとっても美味しいです。自転車を漕いで汗をかいているので、ちょっと濃いめの味付けが心地いいです。そしてミンチカツ、ソースがしっかり絡んで美味しそう。ではミンチカツリンチョ、美味しい。ザクッとした衣にふわふわのミンチ、特製のデミグラスソースがしっかり染みてとっても美味しいです。続いてこちらのイカのフリッター、これがめちゃくちゃ美味しかったんですよね。フリッターって衣がふわふわでやわいんですけど、その衣がタルタルソースを吸ってベチャっとなっていて、それがすごく美味しいんですよね。でもだからといってサクサクの部分も残っていて、サクサクベチャサクという感じがとても美味しかったです。そしてこちら
ポテトかと思ったら白身魚のバター焼きやったやつ。本当にホクホク。ポテトをバターで焼いたみたいにお魚がふわふわで、バターの風味と塩加減がとっても美味しかったです。一つ一つのアイテムがしっかり美味しくって、お昼から夜まで通し営業の洋食トムさん。お昼も随分過ぎた3時頃に来ましたが、先のお客様が一組おられました。お昼時はきっと学生さんやお仕事をされている方でいっぱいになるんでしょうね。最後の一口を食べ終わった頃、店主さんに、終わった？アイスか？ホットか？の声とともにアイスコーヒーが出てきました。アイスコーヒーをいただきながら少しお話を伺いました。こちらのお店はどれぐらいになるんですか？あ、すごいですね。1台で気づかれた。あ、すごい、すごい美味しかったです。ご飯、はい、学生さんが多いんですか？やっぱり今までね、出前が多かったですね。出前全部配ってますね。じゃあ今全然やってらっしゃらないんですか？そうそう、持ち帰りも持ち帰りやった。あ、持ち帰りはやってある、うん、すごい大きいですよね。駐車場もあって、でもお客さん入ったら狭い狭いですよ。でもなんかこの雰囲気がすごくいいですよね。アットホームな感じで、こんな風にたくさんお話ししてくださったにもかかわらず、店名がどうしてトムさんなのかをお聞きするのをすっかり忘れておりました。とっても気になりますよね。なんでトムなのか、どなたかぜひ聞いてきてくださったら嬉しいです。そんなこんなで、とっても美味しい洋食のトムさんの日替わりランチでした。ごちそうさまでした。いかがだったでしょうか？京都町の洋食店の中でもレトロで渋いお店3軒を巡ってまいりました。イニシエ好きの血が騒ぐ3軒で、撮影中思わずニヤニヤしてしまっていることに気づいてハッとする日々でした。撮影させていただいたお店の皆様ありがとうございました。最後まで見てくださった皆様ありがとうございます。それでは次の動画まで。